ワクサなの。全身の関節がねじ曲げられている。でも思ったより案外平気なのかな。あ、やだ、待って、見つかっちゃった。赤潮の影から出てこないでよ。まるでワクサ本人が蘇ったみたい。一体私の目の前から泡のように消えろ。沈め、海の底に。死んだっていいんだ。だから僕に任せ、僕こそが最高の素材なのだから。何それ。その上こんなものに殺されるっていうの。影がだいぶはっきりとしてきた。まるでワクサの記憶みたい。ワクサたちはこんな形で記憶を共有しているの。パパ、ごめんなさい。パパ、お願い、僕を愛して。パパ、ごめんなさい。パパ、お願い、僕を愛して。パパ、痛い、痛いよ、お願い、いやあ、一体何があったの。女のどっとこ、あなたは彼の代理人じゃないの。待って待って、話を聞いて。泡のように消えろ。出て行け。沈め、海の底に。これが童話の。違う。